おいっす、こんにちは、メルです。今回なんですけども、今回は土蜘蛛使っていきます。土蜘蛛が爽快力半分で HP が2倍、攻撃力が5倍、木を6個以上つなげてテキスト4倍で固定5万ダメージで20倍出る、まあ小野田坂道チャリンコ小僧のやつと、まあ倍率がね20倍で高いですよみたいな感じのスキル、リーダースキルになっております。まあスキルがね軽減しながら一列生成っていうことで結構強いんじゃないかな。無効貫通は3つ持ちにしました。はい、こんな感じで、今回はゼラこんな感じで、今回セリカ入れてます。で貴様の風を捉えて、でゴリラ、ゴリラだけもう育成めんどくさい106で、ちょっと今回フレイヤね育成めっちゃ大変だった。こいつ貴族性 1.5 倍 HP が、攻撃力と回復力が4倍、木を5個以上つなげて基礎ダメージ上軽減、攻撃力は3倍なので、4倍と半減なんで実質2倍ですね。2倍。はい、ない、もうこれはもうどうしよう、こいつか。あ、でも2体だったら別に良かったかな。最初の方はまあカットカットっていう感じでいこうかなとは思ってるので、サクサクまあ10回マシンアテナぐらいの階層まではいけたらいいかなって感じですね。ただちょっと最初にセリカの火力をね見とってほしい。セリカの火力がね、ゼラを余裕で超えていくんで、ちょっとここで見せます、見せます、参ります。いやマジでね、セリカは本当にパないよ。はいはい、とりあえず木がなくなりましたが、これセリカが1億、セリカだけ1億。セリカだけなんかぶっ飛んでるんですよ、火力が3000万ぐらいゼラとのね火力の差がありました。ということで、まあいろいろサクサク進んでいきましょう。あ、まあまあ、なさすぎじゃないっていうか色なさすぎ。7コンボすればセリカがワンパンしていくでしょう。 OK、 いいねータマちゃんね。 OK、 まあこれは7コンボしなくても抜けるわ。 OK、 倒していく。はい、 OK、 スキルを温存に温存を重ねていきます。さあここでリーダーチェンジが入りましたね。リーダーチェンジ入りまして、残りドロップ数がなんたらかんたらってやつになったんだけど、これでいいかな。さあこんだけ残すけど大丈夫っしょ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。いやーこれきついかな。56、落ち込んがいる、落ち込んが、ありがとう、これ倒したね。木が、うわー木も持ってかれたな。木が、うわー2、4個しかね。とりあえず倒した9回ここあるね。よし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 、でこれであれが来ても大丈夫。なんとかなの、ブラキオス、うん、来ないか。そう、よしよしよし、いいよ。あー、まあここは1ターン目は耐久だな。まあでもこれワンチャン無効貫通で頑張ったらいける説ない。ミスったけど、いやこれ無理かな。いけた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 、無理かなって思ったけどいけた。はい、おじ大きなおわちのお兄さん。さあこれどうだ、フレイヤーのエンハンスも相まるがどんなもんですか。あーでもいいね、そういうワンパンしないよっていう先生はいい感じですよ。さあこれ倒していったでしょう。オッケーオッケー、いいよ、チコンありがとう。キー全然ないけどね、盤面に。よし、大きなおわしも突破した。ライザーも残ってるからドルガーでも大丈夫。じゃあキー残してって大丈夫かな、これ大丈夫かな、大丈夫大丈夫。オッケー、よし、一列でもやっぱり火力が出るのは優秀な点だ。コンボしなくても良いというね。さあ来ました、こいつ先制攻撃あったはず。まあまあ痛いんだよね。で、作って、
さあ、救い切りましたけど。いや、間に合わんかな。うわー、あとちょっとだった。あと本当に0コンマ何秒の世界だったな。よし。まあいいや。突破していく。今日ね、そういえばツイッターで話題について、話す話題についてちょっとね、何も思いつかなかったんで聞いたんですよ。で、聞いたところですね。おー、いいね。これありがとう。聞いたところ、今期のアニメはっていうのがまず来ました。今期のアニメはね、もう全然もう鬼滅の刃の第2章が始まるかもね、みたいな。それが期待ですね、って感じ。僕あんまりアニメ見ないんですよ、こう見えて。どう見えてるかわかんないけど。だから逆に教えてほしいね。このおすすめのアニメとかね。まあ見る見ないはわかんないけどね。まあでも今度ね、次見るアニメはね、SNO にしようかなと思ってるんですよ。なんか、鬼滅の刃ばりに面白いのが来ない限りは、むずいわこれ。面白いのが来ない限りはとりあえず SAO かなみたいな。 OK、 これ大丈夫かな。大丈夫ね。9万あれば耐えれるよね。大丈夫よね。信じてるからね。なんかもうこれ溜まっちゃった。また溜まっちゃったわ。これね、貴様の風を捉えた上で行ったらいいかもしんないね。じゃあ貴様の風捉えます。貴様の風を捉えて、オッケー、落ち込ん、ありがとう。あ、いいね、ありがとう。無効貫通1コンボでも吹き飛ばせるんじゃないかなって思ってるんだけど、どう？そこんところどないです。ターンはパスで、ごめんなさい、パスします。ちょっとこのターンパスでうまくいかなかったんでパスしました。あ、結構いい感じに削るね。でもあぶね。盗賊団の頭打って、これ倒せるんじゃない？黄色っ子あれば。これ多分普通にパンチしたらいいんじゃない？無効貫通別にいらないわ。はい、これ倒せると思う。でも貴様の風捉えてしまったからホイップが出た時怖いな。覚醒無効解除がないんですよ、今現状。ホイップが出るとまずいんですよ。うんこ。うんこはまあ水単元だから、まあまあ、フレイヤーと7か。またそれ。もうそのギミックいいわ。まあ、水のうちには行きたいよね。めっちゃ痛いんだけど。ここでゼラ打つか、もう。ここでゼラ打って、頼む、変な場面はやめて。オッケー、神。あとは7コンボできてれば大丈夫なんで、まあ大丈夫っしょ。いや、その、追撃の落ち込みいらないから。倒せるね。オッケー、とりあえず倒した。アザトースぐらいでいいんだけどな。アザトースとかでいいんだけどな。クチュルフ。クチュルフが来ました、クチュルフが。これも無効貫通組んだ方がいいのかな。一旦目ね、毒の目覚めでしょう。まあ、とりあえず今、このターンはもう無理だから、結構痛かったと思うんだよね、こいつの攻撃。すごい痛かった記憶あるもん。ちょっとバラバラにしたい、バラバラに。どう頑張っても1個は待ちになるわ。 OK、 悪くない。ここ耐え忍んでとりあえず。あ、いった、10万。いや、猛毒はやばいな、怖いな、フラグだなこれ。猛毒はやべえな。フレイヤーあと1なんだよね。貴様の風捉えたら死にそうな気がする。貴様の風捉えた瞬間死ぬ気がするんで、とりあえずここは無難にね、普通に倒せると思ってるんで。落ち込みやめてよ、猛毒の。あ、一個も打ってこなかった。オッケーオッケーオッケー、いいですね。じゃあ、フレイヤーが溜まったし、ちょっとゼラちゃんは死んでるんだけど、オッケー、よく外すワンパン案件生きるんじゃないのこれ。悪魔キラーなんだけど、無効貫通組みながら7コンボできれば、とりあえず、属性吸収無効怖いな。これ来たら終わるもんな。来たら終わりなんですよ。とりあえず、じゃあ念のための一旦耐久します。念のための一旦耐久。これ念のための一旦耐久しまして、あ、猛毒怖っ。そっか、猛毒が降ってくるんだったね。わ、猛毒がやべえな。貴様の風捉えたらやばいかなこれ。貴様の風捉えた瞬間死ぬかな。とりあえず軽減のやつ打ちます。7コンボができない気がするもんな。だって
この盤面猛毒でまず私死にそうよ。もうちょっとここ全力でセリカ毒を消せ毒を。そこは毒を消そうぜ。まあ猛毒4個ぐらい消しても死なないっしょ。いやー7した、これいける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 、オッケーやばい猛毒で死にそう。待ってやばいなこれ、怖い怖い怖い、死ぬ死ぬ。え、貴様の風捉えても大丈夫これ？とりあえず軽減張ってるからね。え、貴様の風捉えてみていい？ちょっと怖ー。貴様の風捉えます。貴様の風捉えたぞ。よー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 よいんだけど、軽減もう、もったいない、もったいない。とりあえず、じゃあ、怖い、怖い。よしよし、これでモードコーチ君がいっぱい来ても大丈夫。はい、ということで、ニジピーありがとうございます。ということで、今回は、土蜘蛛と転生、超転生フレイヤー使ってみました。まあ、回復力を取り戻せるっていう点でかなり優秀かなと思いますが、使いやすいかって言われたらちょっと微妙かなっていう感じです。ということで、まあ、ソロ集会とかで一列生成でね、効果力出せるんで使ってあげたらいいかなと思います。はい。もしよければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。